レベーターはですね、去年のセミナーでも何度か出てるんですが、非常に危険ですね。で、4年ぐらい前でしたっけ、千葉で起こった震度5ぐらいの地震、死傷者はほとんど出てない程度の地震でしたけど、最長8時間ぐらい閉じ込められた人だったんですね。これ土曜日だったからってそれだけなんですよ。土曜日でエレベーターの管理会社の人がみんな休んでて半分ぐらいしか出てなかったんですね。半分か。それだけでですね、ものすごい閉じ込め事故が何十件東京都だけで起こってしまって、それが本当に死傷者の出る規模でライフラインが止まった状態でそれがなったらどうなるのっていうと、まず3日未満閉じ込められることは間違いないと思いますし、その中で火災が発生するともう火あぶりの刑になってしまってですね、もうどうにもならない。大型のエレベーターの場合は、これは私の実際住んでるマンションで管理組合としてやったんですけども、単価が入るようになってますよね。で、あと缶オケが入れれるようになってる、足が入るようになって、そこにストックヤードがあるんで、日頃使ってないところに、防災用品を、入れました。やはり水がないと人は死んでしまうので、そういったものを入れるようにしました。ですから、事業用のまずエレベーター会社にお持ち、もしくはテナントビルがある方はですね、まず、地震対応付きという表示があるのかどうかですね、なくても対応しているものもあるようなんですけれども、まずそれが最低限です。ない場合、そういった、エレベーター用の対応というストックを置くとかしないとですね、ちょっといろんな地下鉄に乗っている時とか高速に乗っている時とか、いろんなケースとして危険状態というのは想定できるんですけど、エレベーターというのは極めて絶望的な状態になるようですので、ついでにちょっと触れさせていただきました。もともと中央地区に来る前が、千代田区、2006年の5月に、中央区の方に移転してきました。その際にですね、防災に強い本社作りというコンセプトをもとにですね、いくつかの対策を打ちました。その中の一つがですね、自販機です。で、自販機というのはですね、今最近ものすごく進化していまして、その自販機の中にですね、例えば AED の機器が設置されていたりですとかというのもあるんですが、弊社が入りましたのはですね、災害用ベンダーといってですね、実際に災害が起こった時にその中の、物品ですね、中にある、何百本か在庫ストックがあるんですけど、そのストックをですね、災害が起こった時に手動で開けられて、かつその中をですね、飲み物を自由にしていいという契約を結んでですね、やっています。実際に水を買うよりは、コストメリットでは常に新しいもので交換されているということと同時にですね、置き場所のストックヤードがいらないというですね、大きなメリットがあります。そんな関係からですね、今現在でちょっとさっきざっと計算したんですけど、960本もですね、常に在庫を置いているような状況にしています。350名の社員にとってみれば変みたいな数なんですけども、それでもですね、特に災害の時には水だけでは物足りない、甘いものが欲しいですとか、そういったこともありますので、それぞれのですね、社員の要望に応えられるような飲み物を提供するという意味ですね、そういう業者さんもあるので、そういうところと契約するというのも一つの手だったかと思います。それでは防災備蓄という大体今日ですね、最後でせっかくお持ちいただいた方に、もう一度すいません、なんか集中してたみたいなんですけど、お持ちの方ちょっと教えてもらえますか。ありがとうございます。じゃあない方、じゃあ各テーブルでですね、ちょっとこれを開けて中身をどんなものが入ってるかちょっと見ていただいて。前回のですね、ご帰宅の時に触れさせていただいたんですけども、睡眠リストというのをお配りしまして、リュウクサクとかカバンですね、飲料水、チーズ、食べたいというのは、この辺は今、すみません、全部買い直します。あんまりさん、中身変えてください。これがこういう感じと、はい、いいです、悪いです。寝袋、これいつ頃用意するんですか。だいぶ昔、相当昔です。ガーゼの社長が管理した、恥ずかしながら、ね、いや、だいたいこうなるでしょ。だいたいそうなんです、ね、今日いい例を持ってきて、悪い例で多分前で説明されると思う。いやいや、こんなもんですね。そう、当時に用意したっていうのはすごい話ですね。自家発電の充電、これはアルファ米ですよね。自家発電のというのは、その当時のお湯であれば美味しいけど、お水でもなんとかなるっていう。
時間が湧くんですね、何年か経つと。やっぱり自家発電の方が全然いいですね。こうやって切れちゃったら意味ないですもんね。これもそうなんです。自家発電じゃないから多分聞けないでしょ。当時はこれが最新だったでしょ。そうですよね、うん、当時は管理しなかったら全然ダメなんですよね。あ、確かにそうですね。給水車がクリアなんで、あれは町内会で共有のクリアです。我々が会社に勤め人が行ってもらえるから集中しちゃいます。はい、町内会用です。町内会用です。町内会用ですよね。だからビルはビルで持っとかないからです。そうです。3種類ですね。赤飯、五目ご飯、山菜ご飯。水を入れたら食べれると。本当はお湯の方が美味しいんでしょうけども。うん、これをが8食セットっていうのがパッケージなんですね。4種類。それとプラス1個持ち帰り用のハンバーグ。これで大体2000円ぐらい。